福永洋一、福永洋一、福永洋一、1948年12月18日台、は、高知県高知市出身の元騎手。兄の福永公、福永文夫、福永直岳や息子の福永雄一と区別するため、本文中は特に洋一と表記する。松尾緑は、義理の娘、雄一の妻にあたる。 実家はかつて土地一帯の地主であったが、太平洋戦争後に GHQ が発令した農地解放政策などにより没落し、陽一出生時には困窮を極めていた。父は、宝刀癖のある人物であり、1953年に母が失踪し、以降は姉により育てられた。その姉は、高知競馬場所属の騎手、松岡敏夫と結婚し、 福永家と競馬会との関係が築かれた。ついで長兄、甲が中学卒業後に京都、竹平蔵旧舎に入門、時系の文雄が多い三男の勝負が船橋で騎手となった。一人残った四男の陽一はそのまま高知で父と暮らしていたが、父は1957年に脳一血で死去。これを受け、陽一は姉が嫁いが松岡家に身を寄せた。 以降の少年時代は、高知競馬場内の旧車で手伝いをしながら過ごした。1960年に、高知市立塩江中学校に入学すると、この頃はから、将来は騎手になるという目標を口にするようになり、中学2年の終わり頃には、河野師匠、竹平蔵を頼って、京都府に移り、後に、馬事公園でも同期生となる、武栄翔と京都市立東陵中学校に通った。 中学卒業を控えた1963年秋、栄章と共に、バジ公園期主要成長期課程を受験。合格後の入所式では、平蔵が栄章と、洋一、双方の保護者として出席した。騎手課程第15期生として入所後は、栄章に加え、岡部幸男、柴田正人、伊藤正則らと同期生となった。後に、岡部、 柴田はそれぞれリーディングジョッキーを獲得。伊藤は通算300勝に満たない成績ながら、日本ダービー、天皇賞、秋といった大競争を制し、15期生は特に、バジ公園花の15期生と称されるようになる。教官の一人であった木村義恵は、騎手志望の少年は、騎手として達者型と、上手型の二通りがあるようです。達者型は、運動神経が発達していて、 先天的に岸向き、上手型は努力で上手になる方と言えます。そのどちらでもなかった子供は、私の知る範囲ではプロになっていないし、慣れません。岡部と福永は達者型というのか、上手かった。柴田はどちらかといえば、上手型でしたと語っている。2年時の1965年に、旧社の実地研修が始まる際、馬事公園を訪れた。 クリタマサルが陽一の才能に目をつけ、兄の孔を通じ、クリタが所属する京都、武田文吾旧社に入門するよう働きかけた。しかし、孔の記憶によれば、クリタは陽一を見ていないとも言う。これを受けて、陽一の研修は、武田旧社で行われたが、研修期間中はクリタが帰乗する大タたトその弟弟子の山本正氏が帰乗するキーストンが、 日本ダービー出走を間近に控えていた最中であり、旧社全体に充満していた、緊張感は陽一に強い印象を残した。研修期間終了後に、騎手免許試験に臨んだが、この年は落第。武田旧社での1年間の浪人生活を経て、1966年に再受験して合格し、武田旧社所属騎手としてデビューを迎えた。 武田厩舎は当時関西で最大の名門厩舎であり、伊藤正則はダービージョッキーの伊藤正佐志郎を父に持つ二世騎手であり、関東の名門、小形東吉急舎に入った自分と陽一が最も恵まれたスタートだったとしている。1968年3月2日に初騎乗を迎え、宿法で三着。二週間後の3月17日に、同馬で、 初勝利を挙げた。初年度は全国82位の14勝を挙げ、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞するなど、最先の良いスタートを切ったが、この頃の騎場は、束に危険が及ぶような粗雑な印象を周囲に与えるものであり、他の機種からの評判は芳しくなかった。7月20日には競争中に大きく遮行して、後続馬の進路を塞ぎ、 機種が落馬する事態を引き起こし、開催4日間の機場停止処分を受けた。この最中、他の機種から陽一の機場について、たびたび苦情を受けていた栗田が、競馬会の採決委員、掛井竹雄に対し、機場の検証と、必要に応じて注意勧告を行うように依頼した。しかし、掛井がパトロールフィルムを精査した、結果、粗雑に見える機場は、ほとんどが、 ギリギリの範囲ながら規則内に収められており、勝利への最善を尽くしている現れであり、あとはモラルの問題という結論に達し、注意は行われなかった。2年目の1969年も順調に勝利を積み重ねていたが、5月4日の今日と第7競争において、1位入選後に負担重量の不足が判明し、3ヶ月間の起乗停止、 さらに師匠の武田から1ヶ月間の起乗自粛を通告された。この期間中、洋一は大いで騎士を務めていた時系、文みの元をたびたび訪れ、佐々木武美の起乗を初見の競争から、あの人はすごくうまいと思い、佐々木のスタート感、ペース配分のみようなどに非常に関心していた。復帰後は武田の意向により札幌で起乗し、 初経験のダートの乗り方を文雄に教わり、開催前半で次々と勝利を重ねた。しかし文雄から伝授された乗り方を愚直に繰り返したため、開催後半に入り失速する。ここで文雄に再度の教えをこうた際、周りの機種だってバカじゃない。同じ作戦ばかりじゃなく、たまには逆を言ってみろとたしなめられ、以降、臨機応変の機上を身につけていった。 札幌開催を終えて、関西に戻ると、以降は安定して勝利を重ね、この年45勝を挙げて、全国11位と躍進した。3年目の1970年に入ると、洋一の帰場を希望する場所が増加し、また、栗田や安田沢といった、兄弟子が、両馬を選んで優先的に洋一に帰場をさせるなど、旧社からの援助も受け、 春先からリーディング争いでトップの位置を占める。最終的には86勝を挙げ、初めてリーディングジョッキーの座を獲得。同年3月1日には京都4歳特別で谷のモスボローに騎場し、重賞初勝利を挙げている。1971年もリーディングを独走していたが、秋まで重賞勝,勝利がなく、一部では、 数でこなしただけの勝ちクラスなどりとも揶揄されていた。しかし10月に入り、日本ピロムーテで、神戸杯、京都新聞杯を連勝。11月のクラシック最終戦、キッカ賞では、距離が不向きかつ追い込み馬と見られていた同馬を、残り1500メートルで先頭に立たせるという奇策を、打って、勝利を収め、GIQ、レース、八大競争初制覇を果たした。これは、 幼一の騎手生活における代表的な騎乗の一つとなり、本競争をきっかけとして幼一は天才騎手へと成長したともされる。柴田正人はこの時の幼一を表して、これまでの幼一の騎乗は荒っぽすぎると言って不評だった。ラフだと言われるのは自信のなさの裏返しだったのだろうが、この一戦で、それまでの迷いが吹っ切れて、自分の騎乗の方法論に自信を持ったと思う。 ラフだという評価もこの後は消え、天与の才能をこれから大きく花開かせたのだ。その意味で、この一戦は陽一にとってすごく大きなものだったと評している。1972年の天皇賞、秋では山人ウェーブに起場し、パッシングゴールの道中四十馬審査にも及んだ逃げをゴール直前で頭さ捉えて優勝。その後はしばらく八競からは遠ざかったが、 1976年、洋一が騎手生活中の最強馬と表した襟も常時で、天皇賞、春を制した。秋には、天馬、東商防衛の騎乗も任され、神戸新聞杯、京都新聞杯を連勝している。また、この年の2月16日に久子良一の名、北村由美子と結婚。12月9日、長男、雄一が誕生した。 1977年春には、インターグロリアで、大歌賞、ハードバージで、サツキ賞を制覇。このサツキ賞では、最後の直線で内拉致沿いのわずかな隙間に馬を突入させ、2着のラッキールーラに起乗した伊藤正則、3着のアローバンガードに起乗した柴田正人が、それぞれ拉致の上を走ってきたのかと思った、神技に見えたと語るなど、 福永の代表的な記状に挙げられている。秋には、インターグロリアで、エリザベス女王杯にも優勝するなど当年、野平雄二が保持した年間最多賞記録を19年ぶりに塗り替える126賞を記録。1978年には、小山ティスコで、大歌賞を連覇し、年間最多賞記録も131賞に更新した。1979年も、 順調に勝利を重ね、3月までに24勝を挙げ、リーディングのトップを独走していた。3月4日、阪神第四競争皿4歳新馬で英進太郎に乗って983勝目を挙げた後、メインレースの毎日杯で陽一は、マリー上位に起動した。最後の直線において、斉藤博美が起乗していた白洋勝秀が、前の馬に乗りかかる形となり、まず斉藤が落馬。 さらに後方から走ってきたマリー・上位の足が斎藤に接触し、陽一は大きく前方にのめったマリー・上位の背から落ちて馬場に叩きつけられ頭を強打するとともに下の三分の二以上を噛み切る重傷を負い、その場で意識不明となった。陽一は斎藤の落馬に素早く反応し、これを避けようとして馬の進路を変えたが、その時の進路は落馬時に騎手が落ちた。 方向、内拉致沿いから考えて、騎手を避けることのできる、外側の進路であった。しかしながらこの時は、斉藤が通常とは逆の、馬が進もうとした外側に転がってきてしまい、避けることができずに、馬が足を引っ掛けたことが、事故の原因であった。もし落馬への反応が遅れてまっすぐ走るか、斉藤が通常と同じ位置拉致沿いに転がっていれば、事故は避けられていたと言われている。なお、 この競争を実況していたのは、洋一と、個人的にも信仰があった、杉本清当時、関西テレビアナウンサーであった。事故の瞬間は、おっと一頭、落馬、一頭二頭、落馬、二頭落馬、マリー上位も落馬、マリー上位落馬、マリー上位が落馬しておりますが、ハシュハーミット戦闘、ハシュハーミット戦闘といった、平成に近い実況を通した。 しかしこれは、冷静を務めたのではなく、私は普通の落馬だと思っていました。彼は調教でもよく落ちては、ケロッと起き上がっていたので、この時も、そんな感じかなと思っていたのですと、当時の心境を語っている。事故発生後、洋一は直ちに馬場に待機していた救急車に乗せられて、競馬場内の救護所に搬送され、当直の二人の医師と馬主として、 毎日肺に KCL を出走させていた医師、内田めぐみ氏により、救命受けが行われた。しかし下からの出血が、気管に流れ込み、呼吸障害による窒息死の危機が差し迫っており、この前日、全くの偶然に納入されていた、新たな医療機器の一つである、気道チューブ機関に挿入して、気道の確保を行い、危機を回避した。しかし、動向は散大し、血圧は、 低下、自発呼吸も極めて薄弱であったことから、3人の医師は陽一が脳に深刻なダメージを負っており、早く医療設備の整った病院で治療しなければならないと判断し、救護所での応急的な処置を終えると、直ちに関西労災病院に搬送された。救急車には安田紗夫と松本善徒が同乗し、2人とも搬送中の治療に協力した。 病院へ到着後、安田から武田と由美子に対して、陽一が落馬して入院する旨が伝えられた。しかしこの時点では、二人は、怪我が、それほど重篤なものとは考えておらず、武田は、ああ、また落ちたのかと漏らすなど、安穏としていた。徐々に、容体は、安定し、12月には、医師の許可を得て、短期間ではあるが久々に自宅に戻り、正月を迎えた。 1> 約1年間のリハビリにより、同年9月、数歩ではあるが、事故以来初めての自力歩行をすると、12月には、岐阜のおはようという挨拶に対し、おはようと、たどたどしいながら答えるまでに回復した。2年後の1981年に騎士を引退。その後も徐々にではあるが回復を続け、1984年10月には、 家族と武田が見守る中で、立東トレーニングセンター内の角馬場で、約5年半ぶりに馬にまたがった。この時馬場で、かつて好んで歌っていた、南国土佐を後にしてお口ずさんだという。以降もリハビリが続けられる傍らで、長男、雄一は1992年に、競馬学校を受験し、二世騎手への道を進み始めた。同年の結果は、不合格であったが、 願書を出したというのみで新聞に報じられ、さらに1993年の入学に際しては、金病風を前にしての記者会見が行われた。雄一は1996年3月2日に、騎手としてデビューし、初期上初勝利を挙げた。この様子を、雄一はテレビで観戦し、ゴール後は笑みを浮かべ、柴田正人からの、勝ったところを見たかという電話に対し、うんと返答した。 開催を終えた雄一が帰宅した際には、直々に、おめでとうと声をかけている。雄一は、父が築き上げた人脈の恩恵も受け、当年新人としては、異例の五十以上の旧社から起場を依頼され、新人騎士として、史上三位の記録、当時となる五十三章を挙げて、JRA 賞最多勝利新人騎士を受賞した。百九十七年に行われたインタビューの中で、優一は、 福永陽一の息子と懸伝されることに対しては全然嫌じゃないです。だって実際に僕は福永陽一の息子なわけですから、父がいなければ僕もいないんだし、父のことは尊敬していますしね。このまま最後まで陽一の息子でもいいと思ってますと語り、また一方で父の偉大性についてはよくわからないですと答えていた。以後、雄一は 毎年ランキングの上位を占める騎手として定着し、2008年9月27日には983勝目を挙げ、通算勝利数において陽一の記録に並んだ。この際に雄一は父の背中を追いかけてきたが、近づくにつれいろいろと見えてきて、最初より遠ざかったようにも思えたと述べた。翌28日には984勝を達成して、陽一の記録を更新。 11月30日には陽一が直前まで迫りながら達成できなかった通算戦勝を記録し、福永陽一の息子として競馬の世界に入り、父に縁のある方々に支えられ、ここまでやって来られました。先日、父の勝利数を超えたことで、自分の中でも思いが取れ、福永雄一個人として歩み出せたような気がしますと、語った。 雄一が2009年8月に高知競馬場で行われたトークショーに出席した際、生まれ育った高知は父親にとって特別な場所。親父の名前がタイトルについたレースができたらと発言し、高知競馬がこの意向を組む形で2010年より重症競争福永陽一記念を新設した。5月10日に行われた第一回競争当日は、 親子が優一の全日本新人王総派戦、出場時以来14年ぶりに競馬場を訪れ、プレゼンターとして表彰式に出席した。優一が公の場に姿を見せたのは、事故以来31年ぶり、優一との同席は初めてのことであった。最後に挨拶に立った優一は、ファンの歓迎に涙も見せ、開催後には親父が引退して、もう30年近くなるのに、 たくさんの人が覚えてくれているのが嬉しかったです。自分は、豊かさん、武豊かの活躍に憧れて騎手になったつもりでも、自分の中のヒーローは、親父だったんだって初めて思いました。かっこよかったです、と語った。なお、勝利騎手の赤岡修二は、洋一が高知時代に通った、塩江中学校の後輩にあたる。洋一は、次年度以降も、洋一と一緒に、 高知を訪れたいとの意向を示しており、また、高知県競馬組合からは、将来的には、福永陽一記念を、交流重賞に、との目標が掲げられている。逃げから、追い込みまでまんべんなくこなし、時に追い込み馬で逃げ切り勝利を収め、また逃げ馬で後方からの差し切り勝ちを収めるという、こともたびたびであった。入着さえおぼつかないと見られていた馬を、 しばしば勝利に導くなど、どのような着想からその先方を取ったのか、なぜ福永が乗ると勝てるのか、本人以外には理解できない機種であったという証言数々寄せられている。兄弟子の安大さんは、理由はわからないが、他の人間が乗っても全く良いところがなかったような、馬でも、洋一が乗ると不思議に走った。こんな馬でも、と思ったのが勝ってしまうんだから、伊藤祐二は、 呂一を乗せると能力的に足りないと諦めていた馬でも走ってしまった。しかもレースの内容が他の騎手を乗せていた時とは全然違う。それまでは追走に四苦八苦していた馬をスイスイと逃げに導いてしまったり逆に先行して一息だった馬を思い切った後方待機策か直線一気を決めてみたり中力指示とは違う競馬をして しかも結果を出してしまうものだから文句は言えない。どう乗ってくるのか、ゲートが開くまで調教師でさえ想像がつかないんだ。竹邦彦は、言葉では言いにくい何かを持っていた。ともかく、よかったなあ、ということが思い出されますな。まとばひとしは、その気丈ぶりの素晴らしさは、言葉や理屈で説明できるようなものではなかった。馬に、当たりの柔らかい気丈スタイルだとか、 仕掛けのうまさだとか、そういったことは、あくまで彼を語るための前提でしかなく、そこから先にこそ、福永さんの凄さがあった、部君も、天才と言われますけど、福永さんとは違いますね。他の人はどう思うか知りませんけど、僕は、福永さんの天才には、及んでいないと思います。部君は確かに上手いけど、福永さんと比べては、かわいそうかなと思いますね。田原正樹は、 非常理論を説明した上で、優れた騎手というのはこうだ。岡部、幸男さんや、武豊は、これがこうできるから優れているんだっていうことは言えるんです。福永さんのことも説明できますよ。でも、説明できないレベルのものを一つ持っていた。説明しろと言われても、説明できないものを。それが、あの人の、すごいところなんです。俺は天才なんかじゃない。 空を飛べるような人がいたら、そういうのを天才って言うんだよ。でも、福永さんの軌道には空を飛んでいる瞬間があった。あれほどの人の後釜として見られるのは、やっぱり嬉しかったね。もし福永さんが今乗っていたら豊かにかなわないっていう、人がいるかもしれないけど、それは、絶対に違う。ひょっとしたら、技術的には、豊かの方が上かもしれないけど、こと丈夫、ということに関して言えば、 僕が一緒にレースをした人の中で一番です。未だかつて、福永洋一以上の機種はいませんと語っている。伊藤は、竹豊の凄さを、ペースを体感する能力は、世界でも、超トップ。精密なスピードメーターを搭載したジョッキーだから、ポジショニングにミスがない。何十年に一人の名手ですと評価しながらも、日本系馬界最高の機種は、 福永洋一と断言した。的場は、洋一以外の日本人騎手に、天才は見当たらないとしているが、外国人騎手については考慮の余地を残しており、天才を感じた騎手として、ランフランコデッドオリとオリビエペリエを挙げている。伊藤正則は、その記状を表して、プロの目から見ても、一体どう乗るんだろうと、ワクワクさせるものがありました。ゾクッとくるものがあった。 セオリーを無視して乗ったように見えたとしても、彼が乗ればそれが、セオリーになるとでも言いますかね。あんな乗り役は二度と現れないでしょうよと語っている。騎手時代に陽一のライバルと目されていた、竹邦彦は、陽一を表して、乗り役として必要な要素を何もかも備えていたとし、中でも優れていた点として、瞬間的な判断力を上げている。同期生の伊藤正則は、 この点についての具体的な例として、ハードバージでナイラチ沿いをついて優勝したサツキ賞を引き、もし、ハードバージに他の機種が乗っていたら、直線を向いたとき、内をつくか、外に出すか、右か左か迷ったろう。ほんの100分の数秒だろうけどね。陽一と他の機種の違いは、その100分の数秒なんだ。でもレースではその差が大きく結果に現れると、語っている。 また、常に前方を遮られることなくレースを運んだ秘訣について前が開いたから行くんじゃない。陽一の場合は、開くところを予期していったところ、行ったところが開いていくんだと述べている。岡部幸雄は、その判断の性質について、陽一と同じく天才と呼ばれる竹豊と比較している。岡部はレースにおける基準は原点法で考えるべきだとした上で、部は、 ミスのない選択ができ、洋一は彼にしか考え出せないような選択肢を見つけ出していたと対比しており、共に直感的に正しい選択ができていた騎手だとしている。その他、状教師の坂井正太郎は、名騎手の条件をペースの緩急を読む能力とした上で、僕が必ず名騎手としてあげるのは福永洋一です。福永は1000メートルのレースでも、 ペースが速いと思えば控える。3000メートルのレースでも遅いと思えば行く。それがちゃんとできたジョッキーでしたと評している。また、同期の柴田雅人は、騎手の技量の要点として、最終コーナーまでいかに馬に楽をさせるか、そこからいかに馬を最後まで追い切るかという二つを挙げ、洋一はね、この二つが完璧にできたんです。努力もしたんだろうが、いわば、もう生まれつきでできたんだわ。 かないっこないよねと10回している。洋一は一般にスポーツの類は苦手であったとされ、養成所時代は運動神経まるでなしと同期生に現れていた。一方、岡部幸雄はそれにもかかわらず馬に乗れば人間が変わる。こと競馬に関して言えば私などが10回やってようやく身につけられるようなことを1回やって習得できるような部分は確かにあったのだろう。 それが天性の素質というものだと語っている。また、武田博士は、旧社で初めて馬にまたがった、陽一の姿勢が非常に柔軟で自然だった、競馬用語で、倉は、マリが良いと呼ぶという印象を語っていい。身体的には特に背筋力の強さが知られており、伊藤は背骨に鋼が埋め込まれているのではというほどの強靭な背筋力。 あれは洋一だけの類まれな安定感だった。軸がしっかりしているから、少々のことでは体勢が崩れない。蔵は、まりの良さは、古今無双と言えるんじゃないかなと評している。趣味の一つだったゴルフでは、小柄ながらボールを遠くまで飛ばす、飛ばし屋であった。また伊藤正則は、一番すごいと思った部分に、ストミナ、馬を追う技術の持続性を上げ、ほとんど、 無酸素運動の中で、フォームも乱さず、馬の能力を100%引き出すためには、筋肉のパワー、剣の柔軟性といった身体的な能力が絶対に、欠かせない。洋一はそうした身体能力、スタミナが人一,一倍優れていたと評している。騎手時代、洋一には、天才の他に、歩く競馬四気法という異名も付されていた。 眠っている時も馬のことを考えていたと評され、競馬四気法や競馬新聞などの資料に囲まれて生活す様子がしばしば紹介された。寸下を見てはこれらに目を通し、立党所属馬の全客室を頭に叩き込むと方言していた。友人の松田博士は、陽一は、それはそれは努力の天才でした。自分の乗る馬、他人の乗る馬のことまで観察し把握し、 新聞に書かれた記事のことまで完璧に頭に入れる男でした。学校の勉強とかはそうでもなかったようだけど、こと馬に関しては、天性のモノプラス努力で、コンピューターのような切れる頭を持っていましたと表し、また武田博士は、こうした勉強に裏打ちされた記憶力が、その記上の秘訣の一端であるとしている。情報収集を欠かさなかったこともあり、通常は癖などがわからないために、 やや敬遠される初騎乗馬も嫌うことはなく、素早くその馬の癖をつかみ、最適なペースを見出して、レースを運んだ。勝利に貪欲にこだわり、円熟期に達して洗練された騎乗を見せるようになって、以降も、僕はどんな勝ち方でもええ。勝つことだけや、ゴール前では、抜きに来た馬の顔をぶったたいてでもこちらが勝ちたいと、言うのが本音やと公言してはばからなかった。 ここまで勝利にこだわる理由について、福永自身は、周囲の思いや支えがあって、競馬をしているのだから、という胸を語っており、一つのレースには愛情を込めて、馬を世話している、休務員の方々の願望と、馬券を通して、僕に夢を託しているファンの方々の期待がありますから、おいそれと負けるわけにはいきません。一つでも多く勝たないと、申し訳ないと思うのです。また、僕だって、 先生や馬主さんに選ばれて乗っているんですから、その側面から言っても、例えば馬と折り合いがつかないからといって、無様な負け方をするわけにはいきません。一つでも二つでも、馬と折り合えるところをつかんで、いかに馬に合わせてやるか。それが勝利へとつながるのですと語っている。杉本は、いわゆる優等生タイプでなかったのは確かである。綺麗に乗って負けるよりも、強引に乗って勝つことを優先させた。 荒々しさを持っていたと評している。こうした姿勢は負けても納得がいくものとして、ファンからは大きな支持を集めた。勝利にこだわる性質は幼少期からのもので、小学生の頃、親しかった海上保安官と、しばしば弁当をかけて将棋さしたが、負ければ、父と研究を重ね、相手には絶対に、待ったを許さないなど、子供の遊びからは逸脱した徹底ぶりであった。 安大竿は、洋一が騎士として成功した要素の一つに、性格の良さを挙げている。また、柴田正人は、師匠や、先輩の教えを重んじる姿勢を挙げており、子供の頃から、旧舎育ちで馬を知っていたとか、頭が鋭くて、頭で乗っていたとか、昔から言われていることはすべてその通りだと思います。そして彼は、目上の人の話をよく聞いた。聞く耳を持っていた。 それらのすべてが複合して、勝利につながったと思います。愛嬌のある人柄で、騎手見習い時代には決められた作業をすっぽかすなということもあったが、そうした場合でも、陽一だから仕方ないと許容される部分があったという。野村昭彦はその人柄について、陽一は、茶目っ気たっぷりの男でしたが、人間的にも、騎手としても、立派でしたよ。いつも勝つ男なのに、 他人への礼儀を忘れたことがなかったと実会している。また、洋一についてのドキュメントを執筆した、後藤正春は、福永洋一の思い出を語ってくれた関係者の中で、福永の人格に関わる点での不信や悪口は、皆無だった。せいぜい、言い出したら、引っ込めない、強情なところがあった、という程度のものである。彼が不運な事故から闘病を続けてきた事情に、 由来するものを割りびいたとしてもなお、ナイスガイだったという像は動かない。それならばこそ、あれだけの気丈依頼があったのだろうと感想を述べている。安大佐を、柴田正人は、陽一が何か自分に迷惑をかけた時にも、陽一の笑顔で怒る気がうせたという思い出を、幾度音に語っている。この独特の笑顔は、陽一スマイルと呼ばれていた。内藤茂春は、 洋一は調教での騎乗が上手くなかったという思い出を語る中で怒っても似たあと笑うだけだった。おそらくあの笑顔が敵を作らないと言われた人徳だろう。彼は笑顔まで一流だったのだと評している。太字は GIQ レース楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。